亀田秀夫君。皆さんおはようございます。おはようございます。改革クラブの亀田です。一般質問3日目、朝一番手の質問者として登壇をいたしました。しばらくお付き合いください。今年の梅雨は雨量が多く集中豪雨もあり、各地で被害が発生しています。例年の梅雨明けまでにはまだ一月もあり、これからが本番ではと思いますと憂鬱で気の重いものがあります。先日は坂本町で崖崩れが発生いたしました。全国放送で扱われたこともあり、問い合わせも相次ぎました。スクールバスの件は大変心配をしましたが、幸い怪我人もなく何よりでした。当日の夕方には土砂も撤去されましたし、住民の不安感は随分和らいだのではないかと思います。執行部の迅速な対応にこの場をお借りいたしまして感謝を申し上げます。そんな梅雨の中休みの先日土曜日、大型クルーズ船を受け入れるための準備が整ったという報告会にご案内をいただき出席してまいりました。岸壁機能の強化工事が終了したということで、船をつなぐ柱6本と接岸時の緩衝材11箇所の新設で、事業費は約1億8000万。一見派手さはないのですが、知事曰く公約の実現であり、アジアとつながり県に活力をもたらす体制が整ったというものです。2年後にはフルガントリークレーンが整備されるという話も伺いましたし、一連の施設整備の完了が期待され待たれます。港の施設整備は以前から要望が重ねられてきたものですが、大型クルーズ船への対応は数年来の継続した市の取り組みと知事の英断で実現の運びとなったものであり、ここに来て加速され実現を帯びてくるのを拝見しますと、有効な施設整備の重要性、必要性、ありがたさというものを感じました。早速来週の月曜日には13万トンを超える大型クルーズ船が入港するということでありますし、大変楽しみであります。まあ、そのような中ではありますが、熊本港に整備されたクレーンは静岡の知事との折衝で移設されたという話も伺いましたし、100万円ちょっとで譲り受けたということでありました。知事のユーモアを交えながらの式辞でしたが、県の財政難の中ではこれまでのやりくりの苦労の一端も拝聴した次第でした。大型の施設整備にはどうしても大きな出費を伴うものであります。今回の一般質問は4点通告していますが、私有施設の整備の考え方ということについて伺っていきたいと思います。まず第1点、坂本町社会教育センターなどの見直し括弧案について伺います。坂本の社会教育センターは現在の八流小学校に統合する以前の小学校施設でありまして、以前この件についての考え方とこれからの取り組みについて担当課から話を伺いました。施設の多くを将来的に解体するという内容であったかと思います。その時は大変なことになったと心配し、その後の動向について注視していたことでした。さまざまな声も聞こえてきます。現在の取り組みの進捗状況をお知らせください。壇上からの質問はこの程度にとどめ、これ以降の質問発言については発言者責任で行います。
宮村教育部長。皆さんおはようございます。おはようございます。議員お尋ねの社会教育センターなどの見直し案について現在の進捗状況をお答えいたします。教育委員会では市内8カ所の社会教育センターにつきまして、施設運用の在り方並びに配置体制などについて整理計画の策定を進めているところでございます。このうちの7カ所は坂本地域にございます。これらの施設は八流小学校統合の際に廃校となった旧小学校施設を社会教育センターとして位置づけたものでありまして、建物の大半が建設から30年以上を経過しており、老朽化が顕著になっております。さらには地震に対する備え、耐震化が十分であるか確認が取れていない建物が多くございます。このような状況の中、近年全国各地で頻発をしている予測不可能な、自然災害などが発生しました場合には、建物が損壊または倒壊する危険性が排除できず、ご利用いただく市民の皆様の安全を確保することができませんことから、一部施設の利用制限をするとともに、社会教育センター等整理計画の策定を進めているところでございます。昨年度から坂本地域審議会をはじめ、坂本住民自治協議会、坂本町の各地域住民の皆様へ見直しの必要性や具体的な整理計画の方向性について説明を行ってまいりました。その中で災害避難所や集会所となっている社会教育センターは地域の拠り所であり、何とか残してほしいという声もいただいております。このことを受けまして、坂本町の各地域振興会を対象といたしまして、既存施設の利活用計画の有無や利用希望調査を行い、地域のご意見やご希望を取りまとめてまいりました。その主なものとしましては、地域の運動会や交流イベントの会場として必要、地域振興活動の拠点施設として必要、また災害発生時の避難所としてなくてはならないなどのご意見がございました。そこで全庁的な課題として取り組んでまいりますために、関係課会による社会教育センターなどの既存施設利活用調整会議を立ち上げたところでございます。今後は地域の皆様からいただきましたご意見を踏まえまして、施設の有効活用の方策等について協議を進めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。亀田秀夫君。ご丁寧に説明をいただきました。ありがとうございました。まあ、私の知っている範囲からですね、若干進捗があっているようでございます。先日ですね、公私ともども大変お世話になっている方からですね、この件について強く話をいただきました。びっくりしました。その中で施設は災害時の避難場所であり、地域の拠り所でもあり、年に1回の1回であっても地域の一大イベントの集会所になっているということで、また施設の建設に至るまでの地震の関わり、また建設までの地域挙げての大変な苦労話も聞きました。地元の声は解体しないで利活用の道を考えてもらいたい、また解体するお金があるのならば補強した方が良いのではないかと。土管も中戸に使うなんてどういうことですかというような話を伺いました。普段はですね、大和な方ですのでびっくりしたものでした。そのような地元の声を受けて今回質問するに至った次第です。ただいまの答弁では、施設の有効活用の方策などについて協議を進めていきたいとありましたが、地元にはこれまでの説明に不満がありまして、施設の存続利用について切実で強い声があります。何らかの対策を取れないものか、もう少し言葉を重ねていただきたいと思いますが。宮村教育部長。事
席からお答えをいたします。社会教育センターは恵まれた自然環境の中で青少年の健全育成をはじめ社会教育に関する諸活動の推進を図るとともに地域の皆様の集いの場、交流の場としてご利用をいただいております。また台風や集中豪雨などの災害発生が予測される際の避難場所として位置づけられているところもあり地域の皆様にとって重要な拠り所となっているものと理解しているところでございます。教育委員会といたしましては社会教育センター等の見直しを行うにあたりまして地域の皆様にご理解いただくことが大切であると考えておりますので今後も丁寧な説明を行いながら地元の皆様のご意見を伺い公共施設に求められる安全性の確保を最優先に効率的・効果的な運営と配置を考え社会教育施設としての必要性だけでなく既存施設の有効活用の可能性や方策等について関係各界と連携を図り十分協議いたしまして整理計画を策定したいと考えております。以上お答えといたします。亀田秀夫君、はい、ありがとうございました。まあ、今回の話は耐震が取れていないということが要因であるかと思います。しかしですね、公共施設はそのような対応されますが民間の家などについてはそのような検査もしないのですし震災が起きてあのような施設が壊れる前に数多くの民家が倒れる倒壊するということも考えられます。まあ、そのような時にどうするかという話も寄せられましたし実際ですね、考えなくてはいけない部分かとも思います。行政としてのスタンス、考え方、譲れない部分はあるかと思いますが地元としっかり協議を重ねられ安全は最優先な中にも対策を講じていただきかつ柔軟に話を進めていただきたいと思います。せっかくですね、地域で頑張られているのに万が一の時の行政の責任回避だけでその目をつむようなことは本意ではないと思います。よろしくご検討ください。また私の住む地域に伝統芸能の雨乞い踊りというのがあるんですが先日その継続について会議が行われたそうなんです。でその話し合いの中で将来的にここもなくなっただからと保管場所もなくなりますとそんならもうこの際解散した方がいいんじゃないですかという話になったそうなんです。まあという話ですよね。で、まあ、後継者不足というのが一番の要因なんですが、まあ、このことがこの辺りにも影を落としてくるという話です。まあ、ともあれ今部長の答弁ではですね、地元の理解を得られるような計画を作っていきたいということも聞きましたしその部分で安心した部分もありますし理解したいと思います。社会教育施設として位置づけ用途だけではなくあらゆる可能性を求めたいということですのでこれまでの方針とは変わって施設存続の可能性もあり利用制限についてもいろんな考え方ができるのではないかと思います。最大の努力と配慮をいただくことを重ねてお願いいたしましてこの項を終わります。次に第2点日本創生会議の提言についてということで伺います。昨日も小野議員から話がありましたが6月5日の新聞に掲載され高齢者の地方移住推進との見出しで東京圏の75歳以上の高齢者が今後10年間で急増するとして医療介護の施設や人材に余裕があるとされる41の地域に移住を促すように提言されその中に我が八代市もありました。菅官房長官は地方創生の柱として高齢者移住を推進する方針を示したともありました。私自身びっくりしましたしこれをチャンスとして捉えられるのか期待もありましたが疑問も
湧きました。実際さまざまな意見があっているようです。八代市の執行部はこの提言について果たしてどのような感想を持たれたのか、人口減少社会においてまちづくりの方向性も絡む話ではないかと思います。そのあたりのことも含めてお聞かせください。福永企画振興部長。おはようございます。日本創生会議の提言に対する感想についてお答えいたします。今回の提言の中で医療介護の受け入れ体制が整っている41地域に本市が候補選定されましたことは、医療や介護体制にかかる本市の潜在能力を評価していただいたものと受け止めております。高齢者の地方への移住につきましては、地方における消費の活性化や医療介護分野での雇用拡大が期待されるところでございますが、一方では医療介護費用負担の増大や人口バランスの崩れなど、さまざまな課題も懸念されているところでございます。このようなことから、今回の提言に関しましては、東京圏の高齢化と早期対策の継承を鳴らした点は評価できますものの、対策として地方移住を有力な解決策と打ち出されたことは、やや唐突感を覚えているところであり、まずは東京圏において医療介護の需要を抑えていくなどの取り組みを優先的に検討し、セットとして地方への移住を提案すべきではなかったかと思っております。現在東京圏の高齢化問題への対処として、希望する高齢者が健康時から移住し自立した社会生活を継続的に営める日本版 CCRC の導入に向けた検証を政府において進められております。本市においては人口減少対策として定住化の促進を掲げ、移住定住を推進するため各種事業に取り組んでいるところです。その中で都市圏からの移住を促進するにあたり、日本版 CCRC 構想につきましても一つの手法とは思いますが、ただいま述べましたさまざまな課題もありますことから、政府の方針を注視しながら地方版総合戦略の策定の中で検討してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。亀田秀雄君。予想通りとは言いますか、もっともな話だと伺いました。東京中心の身勝手な話ではありますが、九州では8市ということで、その中にですね、名前が出された分、ある意味ではチャンスの部分もあるかと思います。会議のメンバーからは、魅力に気づいて積極的に動いてほしいとのコメントもあり、まさに書けば痛いと、書かなければかゆいといったところなんではないでしょうか。この質問の意図は、率直にこのことについて執行部はどのように考えたのか聞きたかったものでありますし、第3点の私有施設の整備にも関係してくる話でもあります。このことに前向きな姿勢で取り組む自治体もありますし、八代市もこれを良しとするのであれば、余裕があるとの評価でもそれなりの整備をしていかなければならないと考え、質問したことでありました。地方創生というキーワードで推進される方針であります。国が強力に推進するということであれば、それなりの備えをしていかなければならないのかもしれません。ましてや定住化の促進は本市の大命題でありますし、
定住化を進めるためには何が必要なのか、これからの人口減少社会においてまちづくりの方向性が問われる問題だと思いますので、正面からですね、向き合い検討を重ねていただくことをお願いいたしまして、この項を終わります。次に第3点、私有施設の整備計画についてということで伺います。今後八潮市は大型の施設整備が数多く予想され、それらを的確に把握し、市民のニーズ、まちづくりの方向性に沿った形で順次整備していく計画が必要ではないかと思います。多額の出費が伴う問題でありますし、財政と大きく絡む問題です。今後建設が予定されるまた予想される施設の内容、数、種類、予算規模についてお示しください。岩本財務部長。おはようございます。おはようございます。議員ご質問の私有施設の整備計画についてお答えいたします。今後建設が予定されている大型施設についてでございますけれども、環境センターや市庁舎の建て替えがございます。その他に、想定されている大型施設といたしましては、武道館の建て替え、公認競技用プールの建設などが想定されておりますが、事業規模や整備時期等、具体的な計画策定までには至っていない状況でございます。そのような状況にあって、現在の財政計画における建設事業の予算規模につきましては、平成27年度76億円、28年度99億円、29年度147億円、30年度65億円、31年度75億円、32年度93億円を予定しており、環境センターや新庁舎建設経費を盛り込んでいるところでございます。また新庁舎が完成した翌年度からは、毎年度60億円程度の予算規模で建設事業費を見込んでおります。現在本市では現有施設の整備計画につきまして、施設の老朽化の進行と更新時期の集中、人口減少や少子高齢化に伴う社会ニーズの変化、厳しい財政状況、大規模災害等への対応など、公共施設を取り巻く環境は大きく変化しており、その対応を迫られていますので、効率的、効果的な運営と将来を見据えた最適な配置を戦略的に推進するために、本年度から2か年かけて、公共施設等総合管理計画の策定に取り組んでいるところでございます。本計画による長寿命化や施設保有料の最適化など、公共施設を資産として最適に維持管理し、有効活用を図る取り組みを行うことで、将来的な財政負担の軽減と平準化にもつながり、健全な財政運営の一助にしたいと考えております。以上、お答えといたします。亀田秀夫君。はい、ありがとうございました。ただいまの答弁では、今後建設が予定されている大型施設は、環境センターと市庁舎の建て替えと、その他想定される大型施設として、武道館公認プールという答弁でございました。
環境センターはこれまで議論を尽くしてきた問題でありまして、入札もすでに行われている問題だと。これにつきましては今後建設を予定されるものはそれで良いとして、視聴者の件はまだ環境センターと同列に並べる問題ではないんじゃないでしょうか。私はそう思います。ここでことさら既成事実化する必要がありますか。そのことにはまた後で触れますが、環境センターと同列ではないというふうに考えます。その他に建設を想定される大型の施設として2つだけ挙げられましたが、もっと他にもありはしませんか。ただいま述べられた現有している公共施設に含まれるのかもしれませんが、市民病院、資料処理センター、給食センター、市営住宅も道路にかかるという話でありませんか。八代の駅舎もですね、いつかは上がってくる話だと思います。すべてが建設されることになるとは限らないと思いますが、今後の議論の方向性次第ではどれも喫緊の課題になるものです。しっかり議論を行い、財政との折り合いの中で優先順位をつけて取り組む必要があるのではないかと思いますが、いかが考えられますか。岩本財務部長。自席からお答えいたします。議員ご質問の大型施設の優先順位につきましては、ただいま答弁いたしましたとおり、武道館の建て替え、公認競技用プールの建設などが想定されておりますが、現在のところ事業規模や整備時期等具体的な計画策定まで至っていない状況でございます。従いまして、現在進行中の環境センターおよび視聴者建設事業を最優先と考えております。以上お答えといたします。亀田秀夫君。はい、財政部にお答えをいただくと、まあ、そういう答えになるんじゃないかということで、仕方なく受けたまわります。それでもですね、まあ、私の方からもそういう話をいたしましたし、横串に刺すという話もずっと以前から伺いましたので、そういう想定をですね、行いながら課題を共有する作業というのをしていかないと、そういう作業をする必要というのが必ずあるかと思います。そしてただいま先ほどおっしゃられた公共施設等総合管理計画ですか、そのような考え方がですね、その根底にあるものだと思いますし、そうすることが市民の理解を得やすく健全な財政運営につながるものだというふうに考えます。なぜ視聴者についていろいろ指摘があるのかといいますと、必要性の認識というのが希薄と感じられるからです。その意味の理論不足が足りないと。前回の議会でも無駄だと強く指摘がありました。だからこのような持ち合わせがないと、いつまでもこのような議論の繰り返しになります。この場はこの値でとどめますので、よろしくご検討をいただきたいというふうに考えます。最後に第4点目、視聴者建設について伺います。先日視聴者のことについて全員協議会を開かれお話を伺いました。その中で今回また新しい財政計画を伺いましたが、以前とは打って変わったバラ色の未来があるような印象を受けました。交付税は以前の予想より増額されるという話は聞いていましたが、市税は固定資産の税率もあるのでしょうが、評価額は下がるはずだと思っていました。なぜあのような推移をするものでしょうか。新庁舎の完成予定年度の平成32年度にピークを迎える計画です。なんとなく勘ぐりたくなりますよね。
また勉強会では財政計画は基本的な指針であるとも述べられましたが、それでも計画を作る上で最も重視した点、ここは譲れないと思われた点はどのあたりにあるのかお聞かせいただきたいと思います。岩本財務部長。議員ご質問の新庁舎建設についての中で、まずは財政計画についてお答えいたします。平成25年度と平成26年度に策定いたしました財政計画を比較いたしますと、歳入面では地方交付税の合併算定替え終了に伴う段階的削減が緩和されたことや、平成29年度から消費税が 10% に引き上げられる見込みであること、一方、歳出面では環境センター建設事業において事業費がおおむね明らかになったことなどから、平成26年度に見直しを行った結果、基金残高も前回よりは確保でき、弾力性のある財政計画となりました。そこでお尋ねの1点目、財政計画における市税の見込みでございますが、固定資産税では税率を 1.6% に戻したことによる増額分や評価替えに伴います下落分などを見込んだほか、焼却資産の最近の伸びを反映させ、平成27年度から32年度までは毎年前年比 1% から1.7% の伸びで見込んだ結果、固定資産税全体では平成32年度の約75億円がピークとなります。その他、市民税や軽自動車税、タバコ税は平成27年度と比較しほぼ横ばいで見込んだ結果、市税全体でも平成32年度の約145億円をピークに約143億円前後で推移するものと見込んでおります。お尋ねの2点目、計画策定にあたり最も重要視した点でございますが、環境センター建設や新庁舎建設事業におきまして、これまで積み立ててまいりました私有施設整備基金や今後積み増しを予定しております庁舎建設基金などを活用し、可能な限り私債の借り入れを抑制することで、将来へ過度な負担を残さず、後年度に生ずる返済の影響が市民サービスの低下を招かないよう努めた点でございます。今後も恒久的な行政サービスを維持するために、要所での計画の見直しや歳入の確保に努め、本市の身の丈に合った健全な財政運営を行っていく必要があると考えております。以上お答えといたします。亀田秀夫君。ありがとうございました。最後の方で身の丈という部分がどの程度かなということをお聞きしたいんですが、遠慮しておきます。昨日も大倉議員の答弁において、財政計画の改善点にその3点を挙げられましたが、市税においても増収の見込みであることから、このご時世なのにと思ったことでありました。なんとなくですね、お手盛り感があるというふうな感じがいたします。焼却資産の最近の伸びを反映させたということで、理解をしなければなりませんが、財政計画は毎年見直すとのことで話でございましたので、その都度報告をお願いしておきます。歳入の
見込みが以前より大きく改善したことが、この財政計画を下支えしていることは間違いないと、まあ、そのように見積もったとは言いませんが、下支えしているんですね。だからこんな計画ができると。だから弾力性のある財政計画ができたという答弁になったんだと。ということは、やはり財政、収入の確保を図っていかなければならないというふうに考えます。市民サービスに支障を来たない、将来に過度な負担を残さない、身の丈に合った健全な財政の管理を強くお願いしておきます。次回は身の丈という考え方について伺いたいというふうに思いますので、よろしくお願いしておきます。再質問です。勉強会では議会の了承も得ましたことから、現在の本庁舎敷地に新庁舎を建設するための取り組みをとありましたが、このことについてそのような認識にないのですが、その根拠をお示しください。岩本財務部長。議員ご質問の新庁舎建設にかかる議会了承の根拠についてお答えをいたします。新庁舎建設につきましては、平成26年3月定例会にて庁舎建設基金を創設し、平成26年度当初予算で3億円、平成27年度の当初予算で5億円の積立金を議決いただいております。また平成26年12月には、八代市議会からの要望書の第9項目に、新庁舎建設の早期実現として、八代市の将来像を見据え、民意を反映した利用計画に早期着手されたいと要望をいただいております。さらに、平成27年1月の総務委員会では、建設候補地につきまして了承をいただき、平成27年3月定例会では、新市建設計画の変更について、新庁舎建設を含んだ財政計画の議決、および今年度に実施します基本構想業務委託の予算の議決をいただいております。このように、新庁舎建設につきましては、段階に応じた説明を適宜行い、重要な事項に対しましては、その都度、議会の判断をいただいてきたところでございます。以上のことから、議会からの了承はいただいているものと理解しております。以上、お答えといたします。亀田秀雄君。ただいまの答弁では、これまで予算を認めてきたじゃないかと、で議会からの政策提言に盛り込まれているからというような話でございました。まあ、なるほど、そうやればそうなんですが、予算が提示された時点で、まあ、そのようなことでですね、しっかり論議が交わされればいいんですが、その時にここまでの話ができたでしょうか。その時点ではここまでの話は難しかったと思います。昨日の話もありましたが、この件は振って割れた話で、唐突感だけが記憶にあります。基金ですから、積み立てとけばよかったりというように思った記憶があります。で、その継続でですね、次年度も5億円の積み立てをしているという感じです。そのような形で流れてきたというふうに思っております。予算は一本で出されるのですから、その都度一つ一つに何のかの言うことでもございません。また政策提言には、八代市の将来像を見据え、民意を反映したと前置きがあります。果たしてそのようなことになっておりますでしょうか。まあ、言った言わないはですね、まあ、
上げした、公言したという話をここでするつもりではありませんが、一般質問でも議論を交わしている最中です。先ほども言いましたが、前回のあれでは無駄だと、切って捨てられたというような記憶がまだ皆さんの耳に残っているかと思います。全員協議会でも意見が寄せられました。それをどう捉えるかはですが、それは執行部の考え方ですが、ただいまからあの説明会 の、 あの資料は使われるのでしょうから、あたかもですね、既成事実のような表現には配慮を願いたいというふうに思います。よろしくお願いをしておきます。重ねて質問いたします。合併協定の話もありました。合併協定があるから視聴者を建設するのか、そんなことですかというふうに思ったことでしたが、いかがでしょうか。新庁舎建設を推進される理由については、前段で必要性の認識が薄極くと感じられると、環境センターと同列ではないでしょうと言いましたが、新庁舎の必要性ということで、今一度伺います。岩本財務部長。議員ご質問の新庁舎建設の必要性についてお答えいたします。昨年度の12月議会での説明と重複いたしますが、新庁舎建設については、平成25年10月に副市長を委員長とする新庁舎建設プロジェクトチームを設置し、平成21年度に実施しました耐震診断の検証や現状の把握、建設と改修の比較などを行いました。その結果、耐震判断基準であります IS 値は 0.18 から 0.40 と、国土交通省が示しております阪神・淡路震災レベルの地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高く、補強ではなく建て替えを検討する必要があるとされるIS 値 0.30 を下回っていることが確認されたところでございます。そこで延命措置である耐震補強を検討いたしましたが、外部の構造評価委員会により現庁舎は耐震診断基準を満たしていないこと、また耐震補強を行っても23億円程度を要すると試算されたことなどから、建て替えの方向で方針を決定したところでございます。合わせまして、市民サービスの観点からも、市民の皆様のさまざまなニーズにお応えしていくことが大変重要なことであると考えておりますが、現在の庁舎は建設当初からしますと、時代の変遷とともに期待される機能を果たせなくなってきており、機能的耐用年数を迎えていると言えます。現在の庁舎において各課の窓口を訪れて手続きをしていただいている状況や、待合椅子などにより狭くなっている通路、また勾配が急なスロープなど、子ども連れの方やご高齢の方、また車椅子をお使いの方々にご不便をおかけしている状況にあります。総合窓口やユニバーサルデザインに配慮した市民に優しい庁舎作りなど、市民サービスの充実を図る意味でも新庁舎建設を推進してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。亀田秀夫君。12月議会の説明と重複するということで話を伺いましたが、残念ながら何回聞いてもですね、胸にストンと落ちるものではありませんでした。
本日は私有施設の整備の考え方について話をさせてもらいましたが、市民サービスの捉え方なのかとも思います。市民サービスとしてどうしても必要であるのか、他にしなければならない、他にしなければならないことはないのか、お金の使い道として本当に正しく有効なことなのか、そのあたりの論議といいますか、位置づけといいますか、足りないままスタートした感じが拭いきれないまま今になっています。先ほど言いました政策提言の安代氏の将来像を見据え、民意を反映したものにはなっていないと感じています。先日の説明では、新庁舎を建設することが施設整備の優先順位として最上位としては捉えにくいんです。市民の中にも疑問の声があります。以前この話が始まった頃、元市の執行部の方と話をする機会があったのですが、頭からですね、そんなことをやっている場合ですかと、他にすることがあるでしょう、安代市の状況があなたたち分かっているんですかと強くいさめられたことがありました。平成27年度は市民の皆さんと議会と一緒に基本構想を策定する予定とされていますが、庁舎建設が既成事実はなくて、今一度市民の声に耳を傾けていただきたいと思っています。よろしくお願いをしておきます。最後にもう一点、秘書の取り扱いについて伺います。新庁舎は分庁方式ではないと聞いています。そうすると現在の支所はなくならないまでも、極端にその機能は縮小されると思います。支所の利活用が決まらないまま新しい庁舎を建設される予定であることについて理解が得られるのでしょうか。支所の箱物としての将来的な利活用について伺います。岩本財務部長からお答えいたします。支所の活用方法でございますが、それぞれの支所は地域の特性に合った地域づくりの拠点として位置づけを行うことで、市民サービスに直結する窓口部門が集約され、市民サービスの向上が図られていくものと考えております。また支所そのものの将来的な利活用につきましては、いろいろな視点からのご意見等をいただいておりますが、それらを踏まえ、本年度から2か年かけて策定に取り組みます公共施設等総合管理計画の中で、長寿命化や施設保有料の最適化などを含め検討していきたいと考えております。以上お答えといたします。亀田秀夫君、はい。先ほど申されました、公共施設等総合管理計画の中でしっかり長寿命化や施設保有料の最適化などを含めと、なんとどのように理解していいのかというような言い回しで表現されましたが、支所をですね、なくなることはないんでしょうが、縮小していかればさらに加速化が進むんじゃないかというふうに思います。出張所もあるんですから、支所がなくなることはないんだなというふうに甘い観測を持っておりますが、緩和措置分の交付税はそのようなことに使われるべきであると考えます。で、市長を維持すると本庁の規模が変わってくる、そのような議論がですね、進まないまま現在に至っている。で、初日もそういう拠点と、なんて言うんですかね、北の拠点ではという提言もございました。提言要請ですね。そのような話がまだあるんですよね。実際船長鏡の庁舎は立派なものです。この辺りからむしろ旗が上がることがないように願っています。また中心部だけに豪華な庁舎を建設され集約されれば、周辺部は差別ばかりだということも進言しておきます。そうなります。今回の質問は整理も含めた
私有施設の整備ということで伺ってきました。まあ、一口で言えば箱物ということですが、箱物ということで何かと批判の対象になりやすいものですが、適時整備していかなければならないものですし、夢を与える存在になるものでもあります。市民のニーズを的確に反映把握され、まちづくりの方向性を見定めながら鋭意取り組んでいただくことを重ねてお願いいたしまして、今回の一般質問を終わります。